こんにちは、ヤマコです。今回は山での地図読みについてです。等高線の見方とかを勉強する前にあらかじめ知っておくといいことを解説します。まず身も蓋もないことを言ってしまうと、最近は書籍もウェブサイトも GPS アプリを推奨しています。 GPS を使いながら慎重に一般登山道を歩いている限り、紙での地図読み技術はほぼ必要ありません。おそらく今後、山ではスマホの地図を見る人がますます増え、紙での地図読みはロストテクノロジーの一種になっていくだろうと予想します。なのにあえて地図読みを解説するのは面白いからです。GPS に比べてバッテリー切れや故障がないという強みもありますが、手軽さや精度では遠く及びません。私が紙の地図を使うのは自力感があって楽しいからです。自動車はオートマが主流になりつつある中、あえてマニュアルに乗るようなものと言えるでしょう。それでは本題です。そもそも登山道って何でしょうか。正確な定義を突き詰めるとややこしくなるので、ここでは麓と山頂をつなぐ道とします。その上でこちらをご覧ください。この山にはまだ登山道がありません。作ってみましょう。できました。なだらかな山ならこれで登れるはずです。傾斜がきつい場合はこうしたり、こうすれば楽に登れるでしょう。しかし現実の山と登山道はこんなに単純ではありません。デコボコした地形に応じて歩きやすいところに作られています。では歩きやすいところとはどこでしょうか。結論を言ってしまうと、それは尾根、つまり出っ張ったところです。多くの山は山頂から麓に向かって幾筋かの尾根が伸びています。これをたどるのが一番確実です。みんな大好き高尾山はこういう形をしており、この2つの尾根に沿って作られているのが最もメジャーな1号路と稲荷山コースです。尾根の次に登山道の候補となるのが谷です。尾根と逆にへこんでいるところです。谷は別名沢ともいい、山では常に水が流れていなくても沢と呼ばれます。高尾山では沢沿いに6号路が作られています。ではこういう形の山があったらどのように登山道を作ればいいでしょうか。山頂からの尾根は途中で途切れ、麓からの谷も途切れています。この山には登れないのでしょうか。そんなことはありません。切れているところはつなげばいいのです。とはいえこのままではいつ転げ落ちてもおかしくないので、大抵このように整備することになります。こうして斜面を横切ることをトラバースと言います。トラバースは危険な箇所や地味な山頂を迂回するときによく使われます。このように迂回することを巻くといい、それ用の道は巻き道と呼ばれます。ほとんどの登山道は尾根、谷、トラバース、この3種類のいずれかに該当します。3種類しかないならとても簡単そうに思えますが、人はなぜ山で道に迷うのでしょうか。それは尾根も谷も一本線とは限らないからです。おそらく一番多いのが下山中間違った尾根に入ってしまうパターンです。この二股の尾根、上から見るとどちらも道っぽく見えるはずです。管理された山ならこういうところにはロープや立て札で通せんぼしてありますが、そういうのがない場合は自分でコンパスを使って正しい尾根を選ばないといけないわけです。次に多いのがやはり下山中登山道ではない谷をたどってしまうパターンです。谷は尾根より恐ろしい存在です。理由は3つあります。第1に見通しがつきません。第2に滝の上に出てしまうことがあり、無理やり降りようとして落ちて死ぬ事例が非常に多いです。第3に鉄砲水で流されて死ぬ事例もあります。このように危険もあるわけですが、だからこそ自力で正しい道を選び取っていくのが面白いわけです。登山道は歩きやすいところに作られている、それは基本的に尾根であり、歩きやすそうに見えるせいで迷うことがある。この3点を押さえておくと地図読みの勉強にスッと入っていけると思います。実際の地図の読み方はまた次回の動画で解説させていただきます。どうぞお楽しみに。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。